アドラーノ、アドラーノはイタリア共和国シチリア州カターニア県にある都市であり、その周辺地域を含む人口約3万6千人の基礎自治体、コムーネ。エトナ山世六に位置する商業都市で、この地域のオリーブや柑橘類の集産地である。イタリア語以外の言語では以下の名を持つ。ローマ人はこの町をハドラヌムと改めた。 アラブ人はアターヌーあるいはしばしばアターナと呼んだ。ノルマン人はアダーニオやアドリアーノと記した。1929年までこの町の正式名称はアダーノであったが、最終的にアドラーノに改められた。シチリア東東部のカターニア県北部、エトナ山の最六に位置するコムーネ。アドラーの市街は、エトナ山山頂から南西へ1 7トル。 県とカターニアから北西へ2 8トル、エンナから東北東へ5 0トル、州とパレルモから東南東へ1 3 9トルの距離にある。隣接するコムーネは以下の通り、エトナ山の最陸にあたる。地域は、シメと川水系及びサルソ川水系の収水域で、その支線の水源となっている。紀元前四百年頃、この地に勢力を広げようとした。 シュラクサイの選手ディオニュシオス一世によって集落が作られた。彼はフェニキアの神アドラヌスにちなみ、この町にアドラノンと名付けた。紀元前344年、ティモレオンの軍勢はこの町の付近でシュラクサイの将軍であるレオンティーニのイケタスと戦った。その後、この町はマメルティニと呼ばれるカンパニア傭兵によってしばしば占められることになる。 ローマ人、共和制ローマは、紀元前263年にこの町を征服し、ローマに敬意を表するための納税を義務付けられた、キビタス・スタイペン・リリアに位置づけた。失政官、コンスル・ワレリウスは町を破壊し、住民を奴隷化して、近隣都市セントゥーリペに住まう、農場主たちに労働者として売却した。紀元前137年、エウヌスは、ローマの抑圧に対して、 奴隷反乱を起こすが、成功はしなかった。その後のアドラーノは、チェントゥーリーペの一部ということ以上の何者でもなかった。ローマ人たちはこの街をアドラヌムあるいは、ハドラヌムと呼んだ。西ローマ帝国が崩壊すると、街は、ゲルマン民族によって、数回略奪された。ただ、テオドリック大王の治世、495年から526年においては、 カッシオドルスによる統治によって状況は改善された。六世紀半ば、町は東ローマ帝国によって征服された。九百五十年頃、アラブ人のムーサは、チェントリペとその周辺の都市を占領した。その後アドラーノは、シチリア主長国の一部となった。奴隷たちの荒廃した町は、原始的な小屋の集まりに過ぎなかった。しかし、イスラム教徒の支配者たちは、 シチリア人と熟練した農民に対して、寛容を示し、アドラーの周辺に機能的なインフラを整備した。それらの建物や構造物のうちいくつかは、ポンテ・デ・サーラ・チェニー、サラ・セン人の橋のように、今日も見ることができる。1075年、ユーゴ・オブ・ユジー率いる、ノルマン人は、古ド・アルバ・ケイザーの抵抗を排除し、この地域の征服に成功した。アドラーのは、 カターニア市教区の一部となり、僧侶アンズジリアスの統治下に置かれた。市民は、アラブ人が初めて成功させた農業と商業を引き継ぎ、町は繁栄を続けた。ノルマン時代には、ブドウの栽培、川在工、絹産業に影響された。12世紀終わり頃、ホーエンシュタウフェン家がシチリアに入ってきたことは、シチリア島とその住民に絶え間ない困難と紛争を、 もたらした。シチリアに残ったアラブ人たちは統治者によって激しく追求された。トロイーナ、エンテッタ、タチェントリーペの要塞の中に無理やり集められた彼らは武器を取って抵抗した。判断は暴力的な結末を迎え、生き残った者は虐殺されるから拉致された。1265年、教皇クレメント4世がシャルル・ダンジューをシチリア王にし、 方園主タウフェン家の南イタリア支配は終わった。この頃のアドラーノは漁師たちの小さな集落で人口も千人から三百人に減少していた。1282年、シチリアの万島王はフランスによるシチリア支配を終わらせ、アラゴン王ペドロ三世が王となった。これ以後の期間は住民である農民たちと地域のブルジョワジーとの絶え間、ナイフンと特徴づけることができる。 アドラーノはカタロニア人の地主ガースアでリングウィーダの所有地となり結局1286年にルーカ・ペルグリノの所有地となった15世紀までこの地域の財産と土地は何人かの地主や貴族の間で争奪された15世紀からシチリアはいわゆる福王による統治を受けた1412年から1515 15年までアドラーノは 門下だけによって収められた。ジャイアブン・トンマーズ・オマンコダはノルマン人の城を改修し、城塞化した。彼は、キリシャ北部のイッピロス地方からの難民が、アドラーの付近に定住することを認めた。これにより作られた町ビアンカビュッダである。門下だけの経類は、市内に多くの邸宅を構えた。その一つは後に、市庁舎として使われている。都市の中心部に作られた広場は、 6000人を数える住民の集会場所となった。この頃、サンタルチア修道院の建設が始まった。1693年、激しい地震はこの町に大きな被害を与えた。18世紀初めから1820年頃にかけてのアドラーノはリソルジメントを掲げ、イタリア各地で頻発した反乱や政変、シチリアでは特に激しかったの影響を受ける。 1810年、アドラーノは周辺地域を束ねた行政区画の主婦となり、地方裁判所が置かれた。1860年にシチリアに上陸したジュゼッペ・ガリバルディは様々な改革を行った。1860年7月1日、アドラーノに市議会が置かれ、ドン・ローレンゾ・チャンチオが議長となった。著名な ベッディーニュ劇場テアトロベリーニはこの日に遡り、都市が受けた多様な変化を証明するものとなっている。病院も同様に設立され、アドラーノはこの地方で最も裕福な街とみなされてた。1920年代にアドラーノで活動を始めた改革派の説教者ドン・ヴィンチェンツォ・バスケタは、反ファシズムの若き教授カーマルをさらないトロと共に、 農民の権利のための闘争を熱心に言った。その結果、町の周辺の溶岩の土地は、オリーブ畑やアーモンド畑に姿を変えることとなった。カーマロをさらないトロは1945年、マウトハウゼン強制収容所で死亡した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。